ップできるのかなっていう感じがしますが、やはり山川隆二の、さあこの男松永美樹、ああやはり出ました、このスタイルでこの有刺鉄線一本でと言ってもいいでしょう、有刺鉄線バトンを担いでいます。さあこのデスマッチ道を極めてまいりました、この松永光弘、さあ一歩一歩とこのデスマッチ、いやガラス爆破のリングに足を進めます。簡単にルールを説明させていただきますと、この日設置されているアイテムはガラス爆破装置が2個、そしてガラス画鋲ボードが2枚、そして試合経過2分後にアイテムが1つ、そしてまたさらに2分後にまたアイテムが追加されるというデスマッチの究極系ともいえるこのヘビデスマッチヘビー級選手権試合となります。葛西選手来ましたね。さあやはり葛西は松永のセコンドとして組んでありましょう。続きまして挑戦者 CZW ザンディグ入場コールはされましたね。やはりなんとか間に合ったようです。さあこのおなじみのスキッドローのテーマに乗りまして、 BJW の CDW でありながら BJW の象徴ともいえるこの男、デスマッチヘビー級のベルトを過去巻いたこともあるこの男、デスマッチの USA カリスマザンディグが間もなく入場してまいります。さあザンディグがまだ入場してまいりません。須山さん、やはり何らかのトラブルでしょうか。アクシデント、そうですね、チャンピオンが最初に呼ばれた際には何らかの形でこの試合を欠場するのかと思いきや、なんとかアナウンサーのコールは行われています。さあこの花道の奥までは当然エントリーしてるんだとは思いますが、須山さん、これはどちらにしても長いですよね。長いですね。ザンディグ選手というのは曲の出のタイミングが決まってる選手なんですけど、そうですよね。工藤選手、工藤さん、何かこれハプニングがあったと考えられますか。そうですね、まあね、でもザンディグ選手のことだから心理的なものかなとも思いつつも、でも先ほどのダメージありますからね、やっぱり、ね、そうですよね、かなりの状況、かなり、いやいやいや、これ本当に出てきませんね。どうなっちゃったんですかね。いくらメインイベントエキシビションマッチのタイトルマッチがあるとはいえ、実情デスマッチ団体としてこの BJW のメインを占めるのはダンディングを置いて他にはありません。いやいやいや、このままでは曲が終わってしまいますよ。ちょっとリグ上の松永選手が、はい、落ち着きがなくなってきたというか、ね、ですね、イライラし始めてますよ。ですね、葛西の方もレフリーに詰め寄ります。じゃあちょっと待ってくださいよ。これは先ほどのオフィシャルドクターの意見も少し聞いてみたい気がいたします。さあちょっと本当にこれ出てくる気配もないですね。ないですね。これはどういったことでありましょうか。音楽だけが悲しく流れていきます。あ、誰かドクター、オフィシャルドクターですね。さあオフィシャルドクターが手で大きく×ですね。やはり花道の奥にここに控え室があるわけですけれども、はい、そこの時点でやはり何かトラブルがあったんでしょうか。この曲がかかるということはそこまではたどり着いている様子ですね。ああ松永が怒っています。いや、そうですよ、それはそうですよね。自分で出なくていい試合に出て、それでその自分との試合ができないってその松永選手怒りますよ。そうですよね。いやはや、これはドクターストップということでしょう。いや、これがですね、リングドクターよりご報告がございまして、ザンディグ選手が先ほどの試合のダメージと思われますが、試合ができない状態でありますということでございます。さあこれはお客さんも当然でしょう。これは出なくていい試合に出て怪我をしたわけですから当然であります。レフリーが松永に事情を説明しています。でどう、これノンコンテスト。いや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 、これはしかしですね、事実上のメインイベントであるわけですから、
こういったことは許されない、当然であります、こういったことは許されないというのは、いやいやいや、これは会場の今までいい雰囲気で来てただけに、会場の雰囲気を全て覆しかねない状況であります。さあ、納得していない様子ですね、レフリーの。そりゃそうでしょう。レフリーの説得に松永は納得していない、返事をしません。これ工藤さん、やはりレフリーとしてはこの試合は無効であるとか、はい、もしくはレフリーあのドクターストップなんだからということを説明しているんですが、松永としては出てこいと。そうですね、いうような状況ですね。大一番にかけてくる。あ、なんか、これは GTW のテーマですね。あ、出てきた。さあ、やはりこれ津山さん、はい、これ第4試合、いや第5試合の実がまだ見えてない、そしてこの歩みからするとやはり足のあたりに打撲のようなものが受けられますね。さあ、赤い鮮血を額に垂らして、いやー、で松永選手怒ってますよ。松永怒ってますよね、これは。さあ、全く読めない展開だ。これはあの工藤さん、今の状況では非常に分かりませんが、はい、ああ痛い、宣戦布告、宣戦布告だ。さあ、今ここでは非常に判断しづらいんですが、一旦ドクターストップが入りました。ザンビル選手試合をやるということでございます。メインイベント BTW デスマッチヘビー級選手権試合ラストバッカーデスマッチ時間無制限コンソール挑戦者ザンディグ、どうなんすかね、これ。いやだからちょっとこれは、はい、当然ダメージはあったと思うんですが、ちょっと駆け引きだったんじゃないですか。そうですね、いろいろなシチュエーション考えられると思うんですが、工藤さんはいかに、どのように考えられますか。いや、これはザンディグ選手の作戦じゃないですかね。なるほど、確かに。ステージ上の2枚のガラスでございます。爆発際証言状がいたしますのはステージ寄りの2枚のガラスでございます。さあ、リングアナウンサーから忠告がありましたが、ステージ寄りのこのクリアになっております、中に導線がうっすら入っております。このガラスが爆破するという形になります。さっきまで足引きずってたの、今全然引きずってないですからね。そうですね、これはやはり工藤さん、そして津山さんがおっしゃる通りですね、この駆け引きではなかったのかということではありますが、いや、早くもガラスに非常に近くなってまいりました。これは危険な状況ではあります。これは非常に危険な、危ない。さあ、ザンディグが松永を場外で捕まえております、はい、さあ、場外戦でしょうか、この広いアリーナで大変危険です。やはりいろいろなシチュエーションを考えて、私はこれほど元気で動き回るとは思いませんでしたので、控え室で例えば非道火災軍にですね、はい、ダンディはやられたのか、そういったことも考えたんですが、やはりどうでしょう、この動きを見ますと、瀬山さん、そして工藤さんのおっしゃる通りですね、駆け引きを使ったというような感じではありますね。これはね、極論すると、ひょっとしたら その第5試合出たこと自体が、はい、このやはり心理的作戦で勝とうという状況だったんでありましょうか。さあ、この日1万人を超えるお客さんを敵に回しかねない行動を取りました。いや大変ですよ。さあ、大変危険な状況ではあります。さあ、危ない、ゴー、危ない、いやー、いやー、もう声が出ません。5、4、3、2、1、0。さあ、これは何かのと どちらかのアイテムが使用可能という状況になっております。何を出す、今ザンディグが動けている状況なだけに、さあ、何が投入されるんでありましょうか。さあ、花道から投入されてきたのはこれです。画鋲です、
この山盛りの、さあ、育成イクマンの画鋲が今デスマッチのリングに投げ込まれました。ファーストアイテムは画鋲でございます。爆破の威力想像以上でしたね。そうでしたね。いや、松永選手のダメージ非常に大きいものがありますね。ちょっとあの音自体がですね、もう半分狂気みたいなもんですからね。そうですよね。さあ、ザンディグは逆にザンディグの方はガラスボード、いや、ガラス画鋲ボード椅子と椅子の間にセットしてまいります。いやー、しかしこの試合序盤でやはりですね、工藤さん、はい、心理的作戦がやはり有利に働いている、そういった感じが、するんですが。そうですね、はい、松永選手ちょっとスタートから作戦乗ってしまいましたね。そうですね、やはり。あ、そしてミドルから取れました。決まった。激しく跳ね上がる画鋲ボード。さあ、そして銀と金のこのリングがきら星のごとく光り輝いております。あ、さあ、瀬山さん、これはウイング式まで入りますか。どうでしょう、手元に置いてますけど、今の時点ではサソリが行きますね。やはりこの男はウイング、この男にはウイングが最も似合う。さあ、このままステップオーバーしていくことで、さあ、ザンディグの肩、そして今肩のあたりですね、特に、はい、さあ、肩のあたりが非常に画鋲、そして蛍光灯、ガラス、その破片に押し込まれています。そして須山さん、この足のこのなんていうんですか、有刺鉄線バット、はい、これもまたポイントですよね。これはまあ、その有刺鉄線巻いてる分太くなってるんで、そうですね、チクチクするだけじゃないんですよね。なるほど。さあ、ご覧ください。しかしこの松永選手の背中の傷、そしてこのザンディグの背中の傷、やはり無数の画鋲、そしてガラスがついております。あ、来るかびっくりした。さあ、大変危険な状況ではあります。油断してると我々もちょっと行かれますからね。危ない。条件アイテムというセカンドカウントダウン、10 9 8。危ない、逃げるな。松永、6 5 4 3 2 1 0。さあ、カウントダウンが終了しました。最後のアイテムがどのような形で投入されるのでしょうか。なんと蛍光灯です。蛍光灯、これはやはりスクエアに組んでいる状況でしょうか。さあ、ここからでは伺い知れますが、セコンド陣がリングの中に蛍光灯を投入しようとしております。さあ、これ花道の方から見るとですね、須山さん、これダビデの紋章に見えないですか。ですね、三角と三角を組み合わせてますよ。通常バットマンポンドが多く用いる四角と四角、スクエアとスクエアではありません。ダビデの紋章、ペンタゴンとでも言いましょうか。かなり大きいですし。そうですね。さあ、ご覧ください、こういった星型になっております。正六角形をかたどります。さあ、恐ろしいアイテムを手にしてしまったのはザンディグ。さあ、松永のデスマッチ、いやー、これは危険だ。危ない、返したら松永。さあ、このままどうするんだ。松永はバックを取って、ザブラーイ、そのまま逆デビュー。こんな逆デビューあってもいいのか。いやー、これどうでしょう、久保さん、やはりそのバックを取ったフックがある程度甘くしたことによってザンディグがこう前に逃げようとした、はい、それが逆に災いと。いやー、危ない。この辺はこのスタイルならではの、そうですね、手に届くものが全てがアイテム、全てが狂気と、そういった感もあります。この日のメインイベント、 BJW デスマッチヘビー級選手権を行っております。さあ、そしてこれまたウイング式 STF と言ってもいいでありましょう。さあ、レッグロックをかけておいて、有刺鉄線バットでフェイスロック、そういった形で締め上げていきます。ミスターアデンジャー松永光弘、確かにこの日本のデスマッチ界の先駆者だけに、ここで負けるわけにはいかない。さあ、片やデスマッチ界のカリスマ、そして BJW の勝ち方もらっています、ダンディング、はい、ロープに向かうごとに多分お腹の下がズル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 切れてると思うんですよね。そうですね、肘の下あたり、そのあたり、手のひらあたりもかなり厳しい形で切れてるでしょうね。有刺鉄線のバットも厳しいですね、逆の方向に行ってますからね、はい、さあ、そしてエスケープです。このリングの四角いリングの中で3本の黒いロープだけが自分の命を助けてくれる、そういった形でサードロープに手をかけましたザンディグ。
しかしミスターデンジャー松永光弘、どうでしょうか須山さん、体つきを見ますと体調はさほど悪くないです、コンディションはいいぐらいのような感じですね。ですね。さあ松永がさ あえてこれはガラスの方ですね。危ない危ない危ない。これはなんとか、これはなんとかセーフだ。阻止したのは松永。危ない危ない。なんとか割りたいんです。危ない。ちょっと弾力性のあるガラスなんで。そうですね。でなおかつそのロープにかかっていることによってそのロープの弾力もあるわけですね。はい、しかし工藤さん、はい、あえてこの2人が画鋲の方を使ったということは、うん、残りのこのガラスバックはこちらをフィニッシュに使うことが、そうです、ね、十分考えられますね。これ勝敗大きく分けるんじゃないですかね、このガラスのバックの方、ね、そうですね、まさに荒れた状況になっております。この日の大日本プロレス横浜アリーナ大会 12.2 横浜アリーナ BJW デスマッチヘビー級選手権チャレンジャーザンディグチャンピオン松永光弘の一戦です。そう、これはザンディグがやはりもうこのまま勝負に行くんでしょうか。でしょうね、狙ってますね、狙ってますね。さあやはりスパイラルボムでしょうか、ザンディグが、さあこのまま危ない危ない、制止できない制止できない、松永は大丈夫か、松永は大丈夫なのか、いや返しましたよ。いや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 、もう爆はまないんですよね。そうですね、しかしこの男たち何をやったら肩を3秒ついていることができるんでありましょうか。いやこれはすごい。さあザンディグが強引にパワーボム、いやいや、これはレフリーが葛西に気を取られています。レフリーが葛西に気を取られています。あー、痛くない。さあしかしこの男たち、画鋲だ、画鋲違いますね。あー、何か布のようなものを松永に打ち付けていきました。何か、ああおいおい、いや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 、ファイヤーか、ギブアップだ、廊下何かが沈んでた。そうですね、いや黒さん、あの数々デスマッチやってきた黒さんなんですけど、今日は声を失うシーンが非常に多かったように思われますが、もうほっとしましたね。いや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 、さあこの日のメインイベントは10分38秒、キャメルクラッチと、キャメルクラッチとお伝えします。ザンディグが松永からベルトを奪取、BJW デスマッチヘビー級チャンピオンに返り咲きました。あさあなおも締め上げる、なおも締め上げる、W 勢が大挙として出てきました。さあザンディグの勝利を祝うかのように今回 BJW そして CGW のジョイントということで大挙を押し寄せてきたこの黒フレン怪人W、ベルトを、はあはあはあ。
Naga, double cross landing. I don't think so. CZW invented the world double cross. You people here know it. All you people at home know it. You people backstage know it. There's one more thing CZW invented. And you people know what I'm talking about. CZW has invented and created BJW. We put this company on the map. They know it. You people out there know it. Well, I'll tell you what. It's been a hell of a couple of years. But guess what? CZW has done all that we want to do in Japan. So all we would like to say to you people is arigato gozaimashita. Bye bye. Turn this way, please. CZW is finished in Japan. Zandig and CZW as of right now are retired from this country. さあ、須山さん、これはですね。We're tired of carrying BJW on our backs. I'm tired of wrestling old, retired, washed up people like this. I'm tired of looking at that crazy monkey running around with a tail hanging off the back of his ass. CZW is finished in this country. We're going back to America where we belong. You Japanese fans, it's not because of you. CZW loves you fans, but this company will not go nowhere. We are through. Arigato gozaimashita. さあ、これ須山さんですね、はい、CZW が日本での戦いを終えたかのような発言があったんですけど、ですね、フィニッシュと言ってましたね。そうですね、やはり大日本プロレスが、いや、BJW をダブルクロスしたと、そういったことをコメントしています、CZW。さあ、これは手を振ってはいけません。いや、これは CZW シートですか。10分38秒、ザンディグ選手の勝ちでございました。いや、CZW シートの人が一番困るんじゃないですか、だって。なるほど、やはり CZW 応援していきたい。いや、これダブルクロスっていうのは、これ来ないってことでしょ、もう。そうですよね。Let me get a CZW chair, this motherfucker! CZW! 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 CZW!さあ、しかしマットマンはのんきで髪なんか持ってますね。ワキダワアルバムは絶賛発売中ですから。そうですよね。それどころじゃねえっすよ。ちょっとお客さんね、よく状況分かってないこれは。そうですよね。非常にわけが分からない状況になってまいりました。さあ、葛西がリングの中入ってまいりましたよ。 You hear what I'm saying? You hear what I'm saying? This company needs to do it CZW style. You do it CZW style and this arena will be popped in the top. さあ、葛西から何かコメントが聞こえるんでしょうか。さあ、松永動けない状況ですね。いやー、なんともですね、やはり日本のお客さん的には納得がいかない。ザンディグを後押ししていただけにですね、非常に納得がいかない。とんでもないところで、そうですね、あのシフトハンドは何だったんだ。そうですよね、まさにその通りです。さあ、2000年、 BJW を席巻した CZWBJW とのジョイントでこの横浜アリーナに進出。やはりここはダブルクロス、まさにまさにダブルクロス CGW。 確かにね、今日のザンディグ選手の試合、はい、なんつうんだろう、デスマッチとしてはもう
ダメだったと思いますよ。なるほど。いや ああいうデスマッチやってたら、はい、それ SM ショーだとか、そうですね、あのただの蛍光灯の殴り合いじゃねえかとか、はい、まあ、言われたってしょうがないですよ。なるほど。さあご覧ください、呆然としています、ね、BJW。 今まで彼がやってきたもんとは違いますよ、今日やったことは。そうですね。さあ葛西、松永が少し蘇生してますね、松永、葛西のコメントも聞いてみたい。さあここ横浜アリーナで不明瞭な状況になってます。いやでもポンドが別れを惜しむような感じも見えますよ。友達に言いまして、ザンディグ選手の勝ちでございました。じゃあお前グルなのかよ、お前一緒にドクターストップじゃねえのか、お前なんだこの試合は、ふざけんなバカ野郎。じゃあ会社グルなのかよバカ野郎、なんだよこれ、ふざけんなバカ。